も、ゆっくり霊夢格好プ主です。マリサだぜ。今回から、次回主人公、シナリオ決定までのつなぎで短編シリーズやっていくよ。今回の主人公はウプ主の記憶に強烈に残ってるあいつでやっていくんだぜ。サムネでバレてるとは思うけど、早速シナリオ選択、詳細設定の確認やっていくよ。今回やっていくシナリオは群雄両乱。次に詳細設定、難易度上級。架空姫出生あり、姫武将ありだよ。群雄だしそもそも架空シナリオだから全部ありでやっていくんだぜ。やっていく大名は伊藤家だよ。よしすけさん、すぐに息子に家督奪われるけど頑張ろうね。ここから始めようか。本人は気づいてないみたいなんだぜ。さあ今回から初めての短編シリーズ始まったよ。とりあえず一つ、本拠地の読み方わからねえ。ウプ主のおバカは健在だったんだぜ。地元民以外で誰がこの漢字との氷って読めるんだよ。とは読めたとしても、のが読めないな。ついでにこっちも読めない。下の日、しかわからないんだけど。残念日だったな。帯状ね、うん、これも読めない。上の城は読めるのか？あ、これはアガタ城だね。なんでアガタ城は読めるんだよ。コナンのアガサ博士で覚えたよ。意味わからないんだが、覚え方独特すぎるだろ。それじゃあそろそろ私のおバカは置いといて今回の主人公召喚しようかな。今回の主人公、マンショくんだよ。マンショとの出会いは三村家の時だっけな。確かそうだった気がする。東洋でいきなりこの笑顔と名前で出てきたから撮影しながら吹き出したの覚えてるよ。でもマンショ能力がちょっと低いな。うん、控えめに言って。くそ、自分で選んだんだろ。でも案外武勇が低いだけで他は平均的なんだよね。完全に内政型だからな。でもそれ以上にこの笑顔さえあればなんとかなるはず。おう。じゃあマンショくん、頑張って地方統一頑張ろうね。さて、ここから始めていくんだが最初はどうするんだ？そうだね、とりあえず攻めたいのは左下の島津家、これ一択かな。まあ九州なら島津家の家臣さえゲットできたらほぼ統一できたも同然だからな。次に注意するとしたら大友家、立花家、加藤家かな。もうほぼ半分の勢力注意しないといけないんだが。でも幸いなことに城も3つあるし、敵から初手攻められるってことはなさそうだよ。とりあえず初手は本拠地の軍開発から。明智家の時から軍開発に味を占めたな。だって資金を抑えれて兵糧と兵力、収入まで増強できるんだよ。まあ初手は軍開発がいいだろうな。農村を優先で開発していくよ。次にマンショ君の家臣団の確認だよ。群雄なだけあって思ったより悪くないな。これならなんとか島津家とも戦えそうだよ。次に武将配置、最初は本拠地に城主相性優先で配置していくよ。全部伊藤家で固めたらかなり能力底上げできたな。ムキムキマンショ君の出来上がりだよ。本当は他の城に配置した方がいいんだろうけど、維新の関係上制度改新もすぐに発令できないだろうし、一部隊強くしたよ。これで島津家と戦えたらいいな。あと今回は縛りも特になしだから大友家と同盟組めるように外交やっていくよ。確か史実でもマンショは大友家とつながりあったって書いてあったな。調べたらマンショ君は外交官みたいなことしてたみたいだね。あの笑顔で面会したら交渉もうまくいきそうなんだぜ。とりあえずここからはひたすら軍開発しながら周辺勢力が動くの待っていくよ。群雄で初手動いたら袋叩きに合うからな。今のうちに天下統一総選挙のこと話していくよ。今日の21時に最終決戦が終わるんだけど、私まさかの長野家と佐野家間違えたんだよね。でもかなりの数投票してくれてるし今回はこのままでいこうと思う。でも長野家はどうするんだ？一応次回の主人公姫も総選挙やる予定だから長野家を無条件で最終決戦に入れようと思うの。なるほど、それで今回のお前のちょんぼを見逃してもらおうというわけか。長野家に投票してくれてた人ごめんね。次回最終決戦には入れるから今回はそれでお願いします。ってことで総選挙の謝罪も終わったことだし周辺に動きがあるまでカットしようかな。7ヶ月カット。小早川家と黒田家が動き始めたな。でもまだ私たちの周辺はびくともしないんだよね。このままじゃ外交の方が先に終わってしまいそうだな。まあそれならそれでいいんだけどね。じゃあもう少しカットしていくよ。
2ヶ月カット。黒岳に大友家が攻め出したな。ちゃんと岡城には部隊置いてるね。この動きを皮切りに周辺部隊が動き出すかもしれないな。軍開発も終わってきて本拠地の兵力が5000突破したよ。これで城下町は開発何もしてないんだから伸びしろがやばいんだぜ。少し待ったけど他の周辺勢力全く動く気配なさそうだから高山城に少数部隊で攻めていこうと思う。少数でも本拠地の兵力多いからなんとかなるかもしれないな。もう少しで大友家とも同盟組めるし攻めてくるとしたら加藤家だけだよ。相良家は攻めてこないのか。私もそれ思ったんだけどなんと山で進路が繋がってなかったんだよね。だから攻めてこないよ。高山城の戦い、ヨシヒロとのギャップがすごいな。てかこれ合戦しても負けそう。大マップなら勝てるかもしれないが強制戦闘の小マップはきついかもな。これは合戦できるところまで兵力削っていくよ。うん、合戦できるタイミングなかったよ。武勇差でほとんど島津家の兵力削れなかったんだぜ。一度撤退して相手の兵力が回復する前にせめて物量作戦に持ち込むよ。そうでもしないと勝てないだろうな。島津家恐るべし。打つべき手は何。今度は攻略目標に設定したから能力上昇した状態だよ。あと高山城城主に有限の武神が来たからやってる途中なんだぜ。この有限が成功したらワンチャン降伏狙いできそうだよ。引き抜きコンボ以外にもその使い方があったか。私もやってる中で思いついたんだよね。やりましたぞ。有限成功。さっきの作戦通り引き抜きコンボはやらずに降伏狙いで攻めていくよ。お、降伏したな。耐久値半分で降伏してくれたらかなりもろもろ節約成功だね。しかも城主の登用も確定するし引き抜きいらないな。捕らえたり。あと島津家本拠地を吉久さん島津家が攻めてるよ。見る感じ兵糧不足で壊滅しそうだから玉狙いできそうなんだぜ。よし、いい感じに兵力減らしてくれてるから攻めていくよ。ただこれだけじゃ兵力少なすぎると思うから後から万所君も軍制圧後に出陣していこうと思う。まさかの600の兵力に3部隊壊滅。一つも軍制圧できなかったんだぜ。加藤家に攻められるリスクあるけどここは全部隊で攻めていくよ。ヨシヒサが3000で攻めてきたな。近くに本隊いるから向かわせるよ。諦めてくれたな。でもカジキ城に向かってるんだけど軍制圧勝負になるな。また3000できたぞ。どんだけ邪魔してくるんだよ。てか先に触られちゃった。これは部隊壊滅にかけるしかないな。あ、本拠地奪われたな。ヨシヒロさんとエイキサさん奪われたんだが、結局さっき攻めてきてた部隊は本隊向かわせたらすぐに帰っていったんだぜ。こちらも一度騎乗して再度出撃したよ。待ってたら兵糧全部持っていかれそうだったからね。城を落としたぞ。カジキ城制圧。東洋はなしか。士官だけだね。てか防衛に来た部隊迎撃できるのか。今の兵力じゃきついけど一応大友家のポイント溜まってるから仲介はできるんだよね。でも仲介したら半年は攻めれなくなるからな。だから今回は仲介はやめて一度カジキ城を島津家に渡して本拠地部隊を再度出撃させようと思う。ただ時間がいい感じになったから続きは次回にしようかな。今回は島津家を完全体にしてしまったな。次回の島津家攻めが苦労しそうだよ。ってことで今回はここまで。外部サイトで生配信もちょこちょこやる予定だから概要欄から飛んでフォローお願いします。よろしくなんだぜ。チャンネル登録がまだの人はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。頼んだぞ。それではご視聴ありがとうございました。